バーバル VCP-1 バービル VCP はアメリカ合衆国の1920年代の短座服用戦闘機である。一機は競技機に改造されて成功し、新しい命名法で PW-1 の記号が付けられた。アメリカ陸軍の航空技術部門のバージニウス、クラークと民間会社から陸軍に移ったアルフレッド・バービルが1918年から設計を始めた。 設計者の名前から VCP-1 と名付けられた。フランスの戦闘機のスパド S13 の設計を元によりスリムで運動性の高い飛行機が目指された。ライトで製造されたイスパノスイザの V8 エンジンを搭載した一長間の服用機である。合板製のモノコックの胴体に木製、ハフバリの翼であった。艦上のラジエータが装備された。2機が製作され。 1920年6月11日に初飛行した。優れた性能を示し、速度は時速 251km に達したが、環状ラジエーターは不具合があり、通常のラジエーターに換装された。優れた性能を示したので、競技機に改造されることになり、エンジンを 660HP のパッカード 1A-2025V12 エンジンに換装され、VCPR となった。 その後、バービル R-1 レーサーが製作された。1920年に VCP-1 をとに新戦闘機が開発された。胴体は製作が容易な交換構造、ハフバリに改められた。主翼は VCP-1 のテーパー翼が使用され、350HP のパッカード 1A-1237 エンジンとエンジン下部に トンネル型ラジエータが装備された。当初、VCP-2 と命名されたが、アメリカ陸軍の新しい命名規則によって、PW-1 と命名された。1期目は、静的試験に用いられ、2期目は1921年11月に、初飛行し、時速 235km の最高速度を、記録した。その年の末、テーパーのないホッカータイプの厚翼が取り付けられ、 PW-1A とされたが、性能が低下したため、元の翼に戻された。その後より、強力なエンジンの装着が計画されたが、製造されなかった。VCPR は1920年、フランスで開かれたゴードン・ベネット・カップに参加したが、一周飛行後にオーバーヒートでリタイアした。アメリカに戻った後、ラジエータの容量を増し11月25日の、 ピューリッツァートルフィーレースで時速 251.9km の記録で優勝した。1922年のピューリッツァートルフィーレースでは尾翼を改造した R-1 が参加し時速 288km の記録で6位になった。アンゲルッチ、エンツォ＆ピーター・エームバウアーズ、ザ・アメリカンファイター・スパークフォード、UK、ヘインズ・パブリッシング・グループ。 1987ハットボインワルター・ J、ザ・トレジャーズ・オブ・マック・フィールドアメリカズ・ファースト・エアロ・エンジニアリング・アンド・テスティングセンターパート1ザ・ベスト・オブ・ウィングス・マガジンワシントン・ D.C ブラシー・エス二千一アン・ゲルッチエンツ・ォ＆アンド・ピーター・エーム・バワーズザ・アメリカン・ファイタースパーク・フォード UK、ヘインズ・パブリッシング・グループ1987 ありがとうございます。